祝う先輩。助手、今日は何の日かわかる？先輩の誕生日ですか？おめでとうございます。ぷっぷー、正解は助手が入部してからちょうど1ヶ月の記念日。面倒な彼女か。これからもずっと一緒だよ。やですよ。というわけでお祝いマジック、最初はこの種も仕掛けもない赤いロープです。真ん中をギュッと持ちまして、ハサミで切る。でも大丈夫、実はこれ私と助手を結ぶ赤い糸ならぬ運命の赤いロープなので、ほら元通り、切っても切れないんです。バッサリ生きよった。今のなし。さて、切っても切れない運命のロープを使って次にやるのは、だから切れたでしょうが。まずロープで輪っかを作ります。これを助手の腕に通してと、このロープを思いっきり引っ張ると、あら不思議、助手の腕をすり抜けるんです。やめてください、失敗したら痛そうじゃないですか。柔らく。次はこのお祝いの言葉が書かれているカードをご覧ください。あー、やめて、文字にすると余計気色悪い。このカードをよく混ぜてバラバラにしちゃいます。でも大丈夫、カードを机に置き指を鳴らすと、じゃーん、過激一発。一発せーって何やってんすか。じゃあいい感じに落ちたので俺はこの辺で。待って、まだ指輪マジックがあるの。宝石の大きさがどんどん大きくなる不思議な指輪で。あ、ん、大体どうなるか分かったんで、じゃあこうなったらプラン B よ。あなたは記述部に永久に在籍すると誓いますね。呪い吐きながら指輪無理やりはめようとしないで。誓えません。うわ、もう今契約中なんだからお姉ちゃん邪魔しないでよ。それがね、部員数少なすぎて申請却下されちゃった。はぁ、だから君は他の部に入部してね。嘘でしょ。